映ってる。はい、じゃあちょっとね、足を、まあダブル、そんな速くないダブルですが、踏み方のポイントをちょっと教えます。フレーズが、こういうフレーズなんですけど、まあ僕の場合は、最初つま先の方で1打踏んで、その後もう一回つま先で踏もうとすると、ストレスが結構かかるんですね、足に。力が入っちゃったりとか。それなので、1打目を打った後、2打目は、かかとごと落とすっていう風にこういう動きにしてます。足首をちょっと柔らかく使う感じですね。そうすると、まあ、ペダルから足も離れずに、そんな力まずに叩けます。はい、この踏み方はちょっとマスターしてみてください。はい、以上です。